皆さんこんにちは、おもちです。今回は我が家で飼育しているチンチラのダニオとの休日の様子をご覧いただきます。皆さんはチンチラという生き物を知っていますか？このチンチラ、パッと見はウサギのようにも見えるんですが、実は月シモク、ネズミなどに近い仲間なんです。こうやって見てみるととっても愛嬌のある顔をしていますよね。野生のチンチラは南アメリカの西部にあるアンデス山脈全域に生息していました。主に暮らしている場所は標高2000メートルから5000メートルほどの山の上の方です。野生のチンチラにはオナガチンチラ、タンビチンチラ、コスナチンチラの3種類が存在していたと言われていますが、私たちが飼育しているチンチラの先祖は野生のオナガチンチラです。アンデス山脈の気候は標高によってだいぶ違います。標高が高ければ高いほど非常に厳しいもののようです。チンチラは天敵を避け、湿度 0% に近い氷点下になるほどの寒冷乾燥地帯に生息していたため、その厚い被毛が出来上がったと言われています。雨もほとんど降らない地域のため飲水量も非常に少なく、雪解け水や霜や梅雨をなめてしのぎ、少しの水で体が成り立つ腎臓の仕組みになったようです。ただ一方でこのチンチラ、体の毛が濡れてしまうとかなり体調を崩してしまうということも言われています。日常食としては木の茎や樹皮、根っこや苔のようなもの、サボテンの実など過酷な環境でも育つ植物しか食べられなかったのでしょう。それでも標高の下の方では気候がガラリと変わり、農業も盛んです。食べ物や水を求めて標高400メートルくらいまで下がってきたという記録もあります。寒冷が過酷すぎる季節には山を下り、標高1000メートル付近に生息するレグーの巣穴を日中借りて眠り、夜に食べ物を取るということもあるようです。ちなみに今私が与えているのはマルカンさんから出ているウサウサピューレというものの人参味です。ウサギ用に作られているものですが、対象動物としてウサギ、モルモット、ハムスター、モモンガ、チンチラ、デグーなどの小動物に与えることができると書かれています。スティックタイプになっているので人間の手から直接与えることができ、我が家のペットとコミュニケーションを取れるのが嬉しいところですね。ちなみにこのウサウサピューレ、嗜好性はめちゃくちゃ高いです。我が家のダニオはこの餌が一番好きと言っても過言ではありません。まあただこの餌、水分量が多いので常食できるものではありません。普段メインの餌はやはりチモシーやチンチラ用のペレットをあげつつ、コミュニケーションを取りたい、おやつをあげたいといった時にこの餌を与えています。すごく夢中で食べてくれているのがわかりますね。チンチラの動画を上げると視聴者の方から、チンチラは人間に懐くんですかという質問をもらうことがあります。個人的にはチンチラ、ケージに入っている時に捕まえようとするとすごく逃げるイメージです。ただ一度手に持ってしまえばある程度は身を任せてくれる、それくらいな距離感です。というのもチンチラにとっての一番の天敵は人間だったからです。南アメリカのペルーやチリ北部の部族では古代からチンチラを狩り、衣服や敷物にしたり、その肉を食べたりしていました。それは弱肉強食の図であり、それだけならチンチラとの共存はできていたのかもしれません。おそらくチンチラは原住民が移住する以前よりもそこで暮らしていたと思われ、チンチラは人が手を出せば寄ってきて人を怖がらずに生活していたと言われています。後にその毛皮で王族のために衣服を作るようになり献上していました。スペイン人がアンデス山脈を植民地にしてからは、スペイン人がチンチラの毛皮の魅力に気づき、ヨーロッパへ毛皮を送り出します。つまりチンチラは原住民やスペイン人によって金儲けのために狩られるようになってしまったんです。人を怖がらないということが仇となって乱獲されるようになりました。そして1800年代には世界的にチンチラの毛皮が大流行し、狂気じみたチンチラ狩りが始まったとされます。この時代には標高の低い場所に生息するタンビチンチラを中心に狩られていました。毛皮数を稼ぐために違う動物の毛皮を混ぜたりすることもあったようです。タンビチンチラがいなくなるとより標高の高い土地に移り、オナガチンチラを狩るようになりました。主な輸出先はアメリカ、イギリス、フランスなどです。
毛皮を1枚作るためには野生のチンチラがなんと数百匹必要だったそうです。そのため1800年代半ばからは異常な輸出量となり、1900年代がピークとなります。しかしその後急激に輸出数が減っていきます。それは人間による急激なチンチラ狩りによってチンチラが絶滅の危機に追い込まれてしまったからです。1910年にチリ、ペルー、ボリビア、アルゼンチンは野生のチンチラを保護する初めての国際条約を批准します。この条約によって野生のチンチラの捕獲と商業的な理由による輸出がなんと禁止にまでなりました。こうしてわずかに残された野生のチンチラはより標高の高い土地へと逃げるようになりました。しかしその時代はチンチラはすでに原住民たちの生活の糧であったため密漁が続けられます。そしてチリにあるアメリカの鉱山で鉱山技師として働いていたチャップマン氏のもとに原住民が小さな缶に詰められた生きたチンチラを売りに来ました。チャップマン氏はその小さくも美しい生き物に一瞬で興味を覚え、そのチンチラを買い取ります。それが1918年のことです。そして陽気で人懐っこいその気質に惚れ込み、ペットとしても飼育したいと思い始めました。それでもすでにチンチラは絶滅しかけていたため、年月をかけてやっと11匹のチンチラが捕獲されただけでした。チャップマン氏は彼らをアメリカに持ち帰り、ペットとして販売し、さらに新しい毛皮産業を作っていこうと考えていました。1922年にアメリカに帰ることとなったチャップマン氏は、飼育していたチンチラをどうにかしてアメリカに連れて帰りたいと考えました。すでに1910年には輸出禁止の条約ができていたため、なかなか輸出の許可がおりませんでした。しかし1923年にとうとう出国可能となります。当時は航空便はなかったため船で移動するしかありませんでした。赤道直下の海を越えなければならなかったため、チャップマン夫妻は交代で一日中チンチラを冷やし、どうにか1ヶ月かけてカリフォルニアに到着することができました。その間に1匹が亡くなり、2匹赤ちゃんが誕生したため、計12匹をアメリカに連れて帰ることができたのです。今世界中で飼育されているチンチラの祖先はおそらくこの12匹のチンチラとされています。このような背景を知ると、チンチラが懐くのか懐かないのかというのは、私たちがどれだけ彼らを愛してあげられるのかに直結するのかなと思います。それでは今回の動画を終了します。今回の動画はいかがでしたか？この動画が良かったという方は高評価、チャンネル登録をお願いいたします。また Twitter や Instagram もやっていますので、こちらもぜひフォローをお願いいたします。動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。